どうも、はい、中尾と申します。今日はですね、ちょっと他の動画あげようと思ったんですけど、急遽この動画を上げさせてもらいました。まあだから急遽今撮ってますね。人気ブランドシュプリーム代表取締役を逮捕、覚醒剤所持容疑ということで、今日の朝方というかもう深夜とかぐらいにもうニュースで出てたと思うんですけれども、まあちょっとね、大きなアパレル業界に日本に衝撃を与える事件というか報道がありましたと。これ見て、結構僕もびっくりしたし、まあいろんな方々がびっくりされたと思うんですよ。まあ、結構 DM とかでもちょこちょこ来たりとか、なんかこれどう思いますかみたいな感じで来たりしてて、アパレル業界のニュースに関して話すことってあんまないんですけど、まあというかそんなにアパレル業界でニュースがないからなんですけどまあちょっと今回は、かなり大きめのものがあったのでお話ししていこうと思います。はい、まず今回のこの事件っていうのが、シュプリーム、あの有名なスケートブランドですね。本当にまあストリートブランドとも言いますけれども、赤いボックスロゴが有名で、まあ、僕もちょこちょこあの宮田フィルムさんとのコラボの時とかシュプリーム行ったりとか、まあ買わせてもらったりとか、シュプリームって別に僕もブランド古着で働いたこともありますので、まあ無縁ってことはないんですよ正直。まあ、服を長年買ってる方とかだと、なんか一着は多分こう買ったりするタイミングがあったりすると思うんですよね。僕もまあ全然漏れずにあって、今持ってるんですよ全然。まあめちゃめちゃ着るかって言われたらそうではないんですけど、あの持ってることは持ってますし、何よりやっぱりリスペクトっていうのはすごいあったんですよね。ここまでこうアパレルブランドで盛り上がっている、毎週まあ土曜日にこう商品がリリースされるんですけど、新商品がドロップってみたいな感じでこうリリースされるんですけど、その時に毎週毎週並びができたりとか、まあ今はちょっといろいろ対策されてると思いますけれども、それはすごいことじゃないですか。なかなか今並びなんかできないのに、そんな中でこうシュプリームってガッて並ぶってすごいなって思いますし、まあしかも盛り上がりもずっと長い間盛り上がってるブランドなんで、本当にそういう意味ではすごいなって思ってるんですけど僕は変わらず持ってるんですけど、まあそんなすごい大人気ブランド、その日本の代表取締役の方が逮捕されたって感じですね。覚醒剤所持容疑っていうことですね。東京都内のホテルで覚醒剤を所持したとして警察庁麻布署などが覚醒剤取締法違反容疑で、人気ファッションブランドシュプリーム代表取締役の容疑者を現行犯逮捕していたことが22日分かったと。すぐそこですね、麻布なんで。今リュウにいるんですけど、シュプリームさんって結構アングラなイメージ強いと思うんですよ。まあ大人気ブランドなんですけど、アングラなイメージがあるというか、大麻とかもネタにして服とか作ってるタイミングとかもあったと思いますし、 Twitter とかネットのこう世論を見てみたんですけれども、やっぱりシュプリームがやってても驚かないみたいな、シュプリームの代表がやってても驚かないっていう風に言ってる方も結構多くて、え、嘘マジってよりは、まあどちらかというとあーって感じの方がまあ強いかなっていうのはちょっと思ってて、やってそうっていうアングラ感はまあまだこうなんかブランディングというか、そういうかっこよさに憧れる人たちもいると思うんで、それは全然ね、それとしてなんかもしかしたらありなのかもしれないんですけれども、それを現実に実際にやってるってなると、まあ法律に違反してることになるので、しかも覚醒剤って大麻とかと比べてもやっぱり重いんですよ法律的に。まあ知人でやっぱりこうアパレル業界で昔いたんですよ、結構前なんですけど、僕が入ったばっかりの頃で、僕がまだペーペーぐらいの、本当にアパレル業界1年目2年目ぐらいの頃に、覚醒剤じゃなかったんですけど大麻とかでなんかこうちょろちょろってやって、ちょろちょろっとなんかしょっぴかれてるみたいな感じの方の話とかも聞いたりしていて、最近はあまり聞かなかったですけど、アパレルでも流行ってるみたいな話とかもあったりしたんですよね昔。それも最近落ち着いてきてっていうか、あんまり聞かなくなってきて、おなんか普通になってきたなと思ったら、こうなんか普通に盛り上がらないだけじゃなくて、盛り上がるのがこういうアパレル業界、盛り上がるのがこういう話なんだっていうのはちょっと、まあ単純に僕は残念だなって思う感じですかね。びっくりするびっくりしないっていうよりは、まあ普通に残念だなってぐらいですかね。僕は他の話を何も知らないんで、この一件だけ見ちゃうと、まあ単純に覚醒剤所持っていうことは、まあ法律で禁じられているというか、確か10年以下かな、10年以下だと思うので、まあ残念だなって感じですかね。まあどう思いますかっていう意見がすごい来てたので、まあシンプルに残念ぐらいですかね。やっぱ残念だなっていう、まあやっぱりこれを見て何が一番怖いかっていうと、シュプリームもう覚醒剤やってるから覚醒剤かっこいいんじゃないかと思って、こうすごい若い子とかが真似したりとかっていうのが僕は一番嫌だなと思ってて、本当に百害だと思うんですよ多分。その時は肺になったりとか、僕もやってないから分かんないですけど、なんかやっぱりこう知人の知人の話聞いたりとかネットで調べたりしても、やっぱりその時はいいけど良くないよっていう、まあ、だからこそこう
禁じられてるわけじゃないですか、法律で。いいものだったら別に禁じないのでまあ依存性も大麻とかと比べて倍ぐらい高いんですよね。確か 20% とかなんでかなり高いんですよ。だからもう本当に依存しちゃうともっともっとってなって、もう本当に、しかもなんかあの覚醒剤なんてね、覚醒剤やりすぎてちょっとしんどいんで病院行きましたなんか言ったらもうそのまま捕まっちゃうんで、なかなかこう本当に良くないと思うので、そういう機会があったら 100% 関わらないでほしいなって思いますね。少なくともこのチャンネルを、この動画を見てる方々とかは、まあこう未来有望な方々とかもいっぱいいらっしゃると思いますし、まあ家族とか思い出してもらって、なんかそういう誘惑に負けそうな時は、まあ自分の大事な人だったりとか、まあ何でもいいですよ。自分のものの大事なものでもいいですし、ペットでもいいですし、まあ本当家族とかにもう迷惑というか悲しませる、うん、っていうことを思い出してもらえれば、まあ踏みとどまれるんじゃないかなっていう。自分だけじゃないって思えばいいと思うんですよね。なんか結構そういう人ってもういいやみたいな、もういいねんはいいみたいな感じで、結構もう自分はどうなってもいいって感じでやられる方は結構多いと思うんですけれども、まあ実際そういう方だったので、昔見たのが自分だけじゃなくなっちゃうんだよっていうところもちょっと考えていただけたらいいんじゃないかなって思います。うん、もなんかこう全然違う話ですけど、やっぱ辛いなっていうことあるじゃないですか。 YouTube やったりしてても何人でもそうだと思うんですけど、生きてて辛いなと思うこと何でもあると思うんですけど、まあそういう時にこう自暴自棄にならないためにっていうのはどうしたらいいかっていうと、やっぱりこう他のことなんかを考えてあげるっていうのが一番いいんじゃないかなと思ってて、そういう薬物に関してはなるべく関わらないと、まあ学校でも習うと思いますけど、こう関わらないようにやっていてほしいなって思います。本当に見てる方々とかにはぜひ。あんまり悪いことじゃなくなっちゃうんで、結構しんどいと思いますので、まあ一人のアパレル業界に携わる人間として、ちょっとまあ今回は少し残念かなって思ったかなって感じですかね。こう裏切られた方もいらっしゃると思うんですよね。最近シュプリーム知ってかっこいい、単純にあのロゴかっこいいとか、あのブランドがかっこいいとか、あの服がかっこいいと思ってくれた方々とかが、まあちょっと、ってなっちゃうことも結構あると思うので、やっぱりブランディングとか、まあ、いろんなこと考えても残念なことなんじゃないかなとは思いますので、なんつうんですかね、こうなんか怒りとかっていうよりはまあ残念だなって感じですかね。ちょっと悲しめの事件というか、残念だなっていう事件ばっかりだと思ったので、もっと盛り上げれるようなねいいニュースが上げれるよう僕も頑張っていきたいと思います。はい、これ見た方とかは本当に本当にいいことないんで、もちろん僕もやってないですし、僕ももちろんやってないですし、そもそも禁じられてるので、こう軽い気持ちから始まって大きくなっちゃう代表例だと思うんですよ。だからそういうところを本当に今回はまあ気をつけていただければなと思って、まあちょうどいい機会かなと思って、僕も昔なんかちょっとそういうので、嫌な思いというか関わったりとかじゃないんですけど、なんかあんまり一日そういうの聞いて嫌な思いで過ごしたみたいな時もあったので、見てる方々とかがまあ引っかからないようにというか、道を踏み外さないようにしてくれればなと思って、今回はこの動画撮らせてもらいました。罪は償って、はい、またシュプリームを盛り上げていただいたりとか、まあ分かんないですけど戻るかどうかとかは、まあ、はい、社会復帰していただければいいんじゃないかなと僕は思いますので、まあ、今回はちょっと残念だったという話ですかね。皆さんもしっかりね気をつけて、はい、いっぱい服を買って、いっぱいねファッションの業界を盛り上げていきましょう。はい、ちょっとねあんまりいいように終われないんですけど、まあ気をつけてくださいっていう話です。そんな感じでした。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。